幸子さん、お誕生日おめでとう。え？ああ、ありがとう。覚えててくれたんですね。意外でした。お祝いに幸子さんの名義で高級旅館予約してあげたよ。え？そんなの頼んでないけど、どういうことですか？大丈夫大丈夫。気にしないで。気にしないでって言われても、旅館ってどこの？私たちの部も予約取っておいたから、みんなで楽しもう。え？みんなで？あやなさん夫婦と一緒に宿泊ってこと？もちろんそうだよ。誕生日はみんなでお祝いした方が嬉しいでしょ？ごめん。ちょっと話が見えないんだけど、どういうこと？そもそも旅館ってどこの旅館？この間話してた、山奥の隠れ家温泉旅館だよ。あの何ヶ月も予約待ちって言ってたところ？そんないいところを予約してくれたんだ。現地集合でよろしくね。私たちもちゃんと行きますから。いや、でもさ、やっぱり変だよね。旅館って、嬉しいけどそんなの頼んでないよね。しかも、あやなさん夫婦と一緒に行くんだよね。そうだよ。今日だから、よろしくね。今日？急だね。温泉か。誕生日なんだから当たり前でしょ？あ、でも名義は幸子さんだからお金を払ってもらうわよ。え？もちろん、私たちの分も払ってね。夫婦二人分、よろしくお願いします。それはさすがにおかしくない？割と無茶な展開だと思うんですけど。え？嫌なの？なんでそういうこと言うのよ。せっかく企画してあげたのに、冷たくない？心遣いは嬉しいけど、それって結局私にあやなさん夫婦の宿泊費も払えってことだよね。私の誕生日祝いって言ってるけど、ただあやなさんたちが泊まりたいだけでは？は？文句言ってくるわけ？私が善意で予約してあげたのに、そんなこと言われるとか最悪。人気の高級旅館なんだよ。3ヶ月待ちだって言うのに、なんで私に感謝できないわけ？感謝って、こういうのって、親切の押し売りって言うんだよ。何よその言い方。本当に幸子さんって冷たいよね。私がわざわざ3ヶ月前から予約してあげたって言うのに。そうだよね。あそこは3ヶ月待ちだって、テレビでも言ってたわね。でも私があやなさん夫婦の分も支払わなきゃいけないっていうのが、どうしても腑に落ちないんだけど。あ、そうですか。幸子さんってば不満ばっかり言ってくるよね。せっかくの誕生日だからと思ってサプライズに旅館予約してあげたのに。それは確かにサプライズだけど、企画者分まで主役が支払うっていうのはさらなるサプライズすぎるわよ。もういいです。そんなに嫌なら来なくていいよ。私は夫と二人で高級旅館を楽しむから。はあ、そうですか。なら二人で楽しんでください。でも支払いはお願いね。は？幸子さんの名前で予約してるんだから当たり前だよね。じゃあ私は泊まらなくても支払えってこと？私たちが支払わずにチェックアウトしたらどっちにしても幸子さんに請求が行くわよ。それなら気持ちよく払ってくれればいいんじゃないの？私の誕生日を祝う気なんてさらさらないって感じですね。じゃあ綾乃さんは勝手にお二人で楽しんでください。そうさせてもらいます。支払いだけはよろしくね。温泉旅行とか久しぶりだから楽しみ。幸子さんはキャンプでもすれば？私の用意したプランは気に食わないみたいだし。気に食わないというか、あやなさんのやってることが理解できないというか。じゃあ野宿しなよ。私は高級旅館を楽しむけど。野宿って、なんで自分の誕生日にそんなサバイバル活動をしなきゃいけないんですか。そもそも私は何もしてないんですけど。大丈夫。誕生日の幸子さんの分まで私が楽しんできてあげるから、心配しないでね。心配というかなんというか、話聞いてますかね。あまりにドキュンな展開すぎて何も言えないです。ドキュンって何？どういうこと？いや、もういいわ。それじゃあ、お二人で勝手に楽しんでくださいね。今旅館に着いたよ。旦那が用事終わるの待ってたら遅くなっちゃった。これから温泉旅館楽しませてもらいます。払ってくれてありがとね。何のことですか？幸子さん、さっきの会話もう忘れたの？まさか払わないつもりじゃないでしょうね。旅館の宿泊費のことですか？そうだよ。幸子さんが払うってことになってるんだからね。もう払ってくれたんでしょ？誕生日のお祝いで、幸子さん名義で旅館予約したんだから。今日は高級旅館、堪能させてもらうわね。もうチェックインしたよ。え？何
何が？どこに？あやなさんが予約してくれた3ヶ月待ちの山奥の隠れ家温泉旅館。私、もうチェックインしたけど、何か？え？なんで幸子さんが勝手にチェックインしてるのよ。は？意味がわからないんだけど。だって私の名義だし、私のために予約してくれたんでしょ？ありがたく堪能させてもらうことにしました。人気の旅館だし、こんな機会でもないと泊まることもないだろうし。ありがとね、予約してくれて。意味がわからないんだけど、さっき言ってたことと違うじゃない。さっきって？あんたが二人で楽しめって言ったんじゃん。旦那ともう来ちゃったんだけど。だから二人で勝手に楽しめばよいのでは？私は二人の分は払うつもりありませんけどね。払う筋合いもないし。でも変なのよね。旅館に確認したら二人分しか予約されてなかったんですけど。あやなさん、私たち夫婦と一緒に来るつもりだったんじゃないんですか？いや、そうだけど、それはまた別の話っていうか。そもそも最初から私たちを止めるつもりなかったんじゃないの？私の誕生日を利用して自分たちだけで楽しむつもりだったってことですよね。よくこんなにややこしいことを計画したわね。そういうつもりじゃ。もうバレてますから言い逃れようとしても無駄です。でも結果的に私の名前で人気旅館を予約してくれたことには感謝しますよ。待ってよ、私たちはどうすればいいの？もう旅館の前で待機してるんだけど。そう、予約してないんですよね。じゃあ野宿でもすれば？そんな言い方しなくてもいいでしょ。私は夫婦で高級旅館を楽しむから、あやなさんたちは勝手にどこかで楽しんでください。だってあやなさんが私の名前で予約してくれたんだから。素敵な誕生日プレゼントをありがとうございました。こんなはずじゃなかったのに、私がその部屋に泊まる予定だったのに。いや、意味不明な計画立てるからこうなるんでしょ。私はどうしてこんなことになったのか知りませんけど、結果的に泊まりたかった旅館に泊まれてラッキーって感じです。野宿なんて旦那に言ったら怒られるし言えない。それに今からこの旅館の予約なんて取れないよ。でしょうね、3ヶ月待ちだもんね。帰れば？もう最終バスは行っちゃったわよ。しかもバスで来ちゃったんだ。ご愁傷様です。お願い、一日でいいから泊まらせてくれない？いや、こっちも一泊しか予約されてないし。なんで誕生日にそこまで仲良くもないドキュンママ友と一緒に同じ部屋で寝なきゃいけないのよ。せっかく用意してくれた部屋なんで楽しませてもらいますね。予約したのは私なのよ。止めてくれたっていいでしょ。予約は私名義なので自分たちで支払いましたし、止まっちゃダメな理由ないわよね。それを言われると何も言えないけど。しかも家族で宿泊してる部屋にどうして赤の他人を入れなきゃならないの？何も言い返せません。でもこんな山奥でどうしたらいいんですか？その旅館に泊まれると思って楽しみにしてきたのに。自分たちだけで泊まりたかったんだったら普通に自分たちの名前で予約すればよかったんじゃないですか？高級旅館に泊まりたいなんて旦那に言えないに決まってるでしょ。だから私に払わせようって？思考回路完全にショートしてますね。まだしてませんよ、ショート寸前です。とにかく助けてください。本当に悪意はなかったんだってば。幸子さんが誕生日に温泉旅館に行きたいって言ってたから、それに便乗していけば私たちも高級旅館に泊まれると思ったのよ。一部屋しか空いてなかったのは子さんだったけど。だから当日まで私には言わなかったってことですか？そうよ、当日に言えばさすがに温泉旅行に行こうとはならないと思ったのに、なんでチェックインしちゃってるのよ。フットワークの軽さが私たち夫婦の持ち味ですから。旅館に確認したら子供も一緒で OK だったし、あやなさんのおかげで温泉旅行できました。ありがとね。私がそこに泊まるはずだったのにこんなことになるなんて。そういう悪どい考えしても結局はこういう結果になるんですよ。というか私の名前で予約してもチェックインの時に名前確認されるし、あやなさんが私の代わりに泊まって支払いも逃げるなんてどうせ無理だったと思うけど。え？そうなの？少し考えればわかることでしょ。高級旅館でママ友に支払いかぶせて逃げようなんてどう考えても無理。旦那さんと相談して家に帰るのが無難なんじゃないですか？だから最終バスはもう出ちゃったんだってば。そうだったわね。
どうするのよ。もう旦那ちょっとイライラし始めてるし、今は適当にごまかしてるけど、さすがにもうそろそろ限界よ。助けてよ、幸子さん。私たち友達でしょ。そうだったっけ？え？まさか見捨てるつもりですか？これに懲りたら、他人に迷惑をかけるのはやめた方がいいですね。懲りたってば。お願いだから今日だけは何とかしてよ。旅館に空きはないみたいですし、無理かな。ということで、勝手に野宿でもすれば、私たちにも野宿しろって言ってたわけだし、自分たちも野宿する覚悟はできてるってことですよね。3ヶ月待ちの人気旅館を幸子さんの名義で勝手に予約して、支払いだけ押し付けて自分が泊まろうとしたママ友の彩菜さんでしたが、結局当日に幸子さんたち家族が先にチェックインしていて撃沈。彩菜さんは旅館に入ることすらできず、幸子さんに泣きつこうとしましたが、幸子さん名義での予約なので、チェックインできなくて当然と言われてグーの根も出ず、何も知らずにタダで宿泊できると信じてついてきていた旦那さんでしたが、さすがに様子がおかしいことに気づいて彩菜さんを問い詰め、やっと全ての事情を知ることになったようですね。もちろん旅館は取れていないことを知り、さらに他人に支払いを押し付けようとしたこともバレてしまい、旦那さんはブチ切れてしまったのだとか。結局、二人はそのまま野宿する羽目になってしまい、帰ってからは離婚問題へ発展する大騒動になってしまったみたいですね。彩菜さんは今はもう家を追い出されてしまって、ママ友だった幸子さんとは関わるきっかけもなくなったようです。幸子さん的には、思いがけず人気旅館の予約ができていて宿泊することができ、素敵な誕生日になったみたいで、よかったですね。世間知らず、という言葉がぴったりですね。普通に考えて、チェックインする人の名前と、実際に泊まる人の名前が違ったら、事前に連絡されていれば問題ないかもしれませんが、どう考えても、計画が破綻してますよね。共感できると思った方は高評価から、他にもこんなスッキリするポイントがあるんじゃないか、なんていう感想は、ぜひコメントから教えてくださいね。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またねー。